はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ロストヒーローズ2、大将を倒したところからですね、やっていきたいと思いますけれども、まあ、メンバーを大幅にちょっと変えました。ダブルオークワンタ、ユニコーン、ウルトラマンゼロ、仮面ライダーはダブルです。この中で、仮面ライダーダブルが、まあ、速度が一番速いんで回復役というような形になってますね。でウルトラマンゼロも、まあ、基本的に多分攻撃力がめっちゃ高いんで、入れました。ヒーロー技も、まあ、あの一旦ためが必要なウルティメイトゼロともう一つ覚えたんで、多分これでうまく運用できるでしょうということで、じゃあ進んでいきましょう。ここまでに、来るのにノーエンカウントのアクティブクロークを使ってるんで、まあちょっと当分は敵は出ないかな。あ、ここは近道だ。こっちはいけない。ここは回り道だ。一応ノーエンカウントも200歩で切れますからね。この200歩も意外に長いんですよね。何もない。とかやってるうちに目的地に着きそうですね。大復活キット手に入れた。ここだ。ギャッハー、ガッハッハー、くっ、大丈夫か。俺の霊気を受けてみろ、瞬間冷凍だ。うわー、おお、凍った。ギャッハー、身動きが取れねえか。でかしたぞアイスエッジ、あとは俺様の鉄球で粉々にしてやるぜ。おお、粉々になるか。グワッ、はっはっは。よーし、とどめは、違う、次はとどめの一撃だ。キャッハー、自分が砕ける音を聞きな。グワー、結局やられちゃったよ。さあ次はお前だ。くっ、これまでか。ドア、そこまでだ、ドーパント。なんだお前ら、一気に決める。うわー、バイオレンス、お前もだ。ヒーハッ、うわー、結局戦闘しないで勝ったよ。リゼルさん大丈夫ですか。すまない、助かった。俺たちとしたことが不意をつかれてしまった。おっといけねえ、メモリは。ありました、 V のメモリと I のメモリです。これで残り9本と。アストラはその場に落ちていたガイアメモリを拾うとアタッシュケースに収納した。メモリの回収もうまくいったな。あ、そういえば仲間のリゼルがガイアメモリを見つけたと言っていたが、姿が見えないな。何？今の戦闘ではぐれてしまったようだ。まだ付近にいるかもしれない。わかった、俺たちが探そう。君は無理することはない。基地に戻って少し休め。そうか、すまないな。うん、付近にいるのか。特に目的地とかはないですね。こっち行くと戻りそう。戻ったな、やっぱり。こっちへ行ってみましょう。結局ここかよ。おお、ぐる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 同じところを回ってる。こっちか。そうするとノーエンカウントが切れましたねと思ったら、リゼンさん凍ってやがる。手にガイアメモリを握っているぞ。多分ガイアメモリを見つけた直後にアイスエッジの霊気攻撃を受けたんだな。強引に救出するわけにはいかねえからな。ああ、下手に手を出すとリゼルを傷つけてしまう。その氷漬けのモビルスーツがメモリを持っているのね。誰だ。私はヒートドーパント。あなたたちメモリを集めているよね。
ルナ・ドーパントから聞いたわ。でもそれは私たちのものだから渡すわけにはいかないわ。はぁ、くはぁ、まずいぞ。リゼルの体が粉々になっちまう。それ以上リゼルに手を出すな。こいつは普通に戦闘か。ツインドライブシステム、ロックオンで、炎は効かなそうだからビームゼロスパイクスタンすんのかな。こいつ氷はないか、風はあるけど、まあちょっと風使ってみますか。うん、普通ですね。おっと、めっちゃ食らったな。GN、 あれ GN バスターソードあった、これか。フルサイコフレームスタンしないかな。ヒール2と、1300数量。あとはビームマグナムで攻めますか。んー、やっぱ攻撃力の強いやつでいくか。ゼロスラッグアタック、こいつはもうずっと回復っすね。仮面ライダーダブルは。おお、強い。おお、あとはカップルでエネルギーを今上げましょう。くらえ。まだいけんな。 GN バスターソード、メテオで上げてヒールレインを打っとくか。ロックオンが切れたな。ロックオンしとこう。結構使えますね、ロックオンは。ロックオン、いてー、蹴ったれた。さあショータイムだ。ショータイムのやつはいないけど、ライザーソード、ユニコーンウンボは、シャイニングなんちゃらなんか使えない。どうしようかな。ガンダムウルトラコンボが使えんな。ゼロとやるか。でこいつは、マキシマムドライブコンボ、これでいきましょう。このままガンガン攻める。渋い。さあお前の罪を数えろ。タッデアヒートメタル、どんどん行くぜ。ルナトリガー、逃がしはしねえ。これでいけるよ。サイクロン、これで決まりだ。マキシマムドライブ、ジョーカーエクストリーム、ライダーは結構みんなキックっすね、やっぱり弱い。それなら、お、緑のサイクフレームになってる。ガールナイザーバスター。え、どういうこと。めっちゃ弱いんだけど。この世界に神はいない。神ではなく俺たちがやるんだ。トランザルライザお前だけが頼りだ。もう示さなければならない。世界はこんなにも簡単だということ。うわー、
マジ強え。オーライザー超強い。オーライザーじゃねえ、クアンタだ、間違えた。うう、リゼルさん大丈夫ですか。ああ、なんとか動けそうだ。どうやらヒートドーパントの放つ熱で解凍されたようだね。そうだ、ガイアメモリってやつを見つけたぞ。ヒーローたちはリゼルからガイアメモリを受け取った。リゼル、よく見つけてくれた、ありがとな。よし、これで残り8本です。1本しか持ってなかったのかよこいつ。この道は次のエリアへ続いている。もし捜索を続けるならこの先へ行くといい。俺たちが行くつもりだったがこんな状況だ。すまないが一旦基地へ戻らせてもらう。ああ無理はすんなよ。君たちも健闘を祈る。よし行くか。その頃キューブ内のとある場所では。何？ヒートドーパントがやられた？そうか、さすがにやり方を変えるべきか。そうね、何かいい方法はないかしら。メタルドーパントは何かないの？ちょっと待て、今考えてんだよ。あー思いつかねえ。頭の中まで筋肉なんじゃないの？うるせえな。おいトリガー、お前も黙ってないで何か言えよ。なるようになる、それだけだ。たくよー。そうだ、いいこと思いついたぞ。一石二鳥の裏技だ。さすがエターナルちゃん、どんな裏技？どんな裏技だよ。ヒーローたちは次のエリアを目指して行動を再開した。メモリーを探して、うーん、結構減ってるからな、ちょっと一旦帰りたいな。入ろう。で、またすぐ行きましょう。中継4。ここの近道が開きましたからね。道がわからん。複雑だからね。これ。なんか強いやつなかったっけな、全体攻撃で。ウルトラマン、あ、これ、あ、弱い。あ、これ強い。32も使うのか。これでいくか。おっとっと、 GN ソードビット。レベルアップ。こっちか。敵が多いな。とりあえず GN ソードビット、あとはなんか攻撃でいい気がするけど。当たった。お、スカルマスター手に入れた。で、こっちですね。これでさっきのところにだいぶ近づきましたね。じゃなくてライザーが減ってきたな。ライザーじゃん、クワンダだ。すぐ間違える。メガライフキット、メガライフキット。あれ、宝箱がある。おお、メガライフキット今1個使ったのに。ここが次のエリアですかね。行きましょう。あれは、お、なんかある。太陽の塔みたいですね。
フートタワーか。あれがあると俺たちの街って感じだな。ああ、ゾクゾクするね。その時突然空中に映像が映し出された。すべてのキューブの民に次ぐ、俺は仮面ライダーエターナル。エターナル、あいつは前のキューブで会ったやつだ。すでにここフートタワー最上部には巨大光線兵器エクスピッカーと最新型のガイアメモリが用意されている。だが安心したまえ、俺は君たちの味方だ。悪に なんだこれ、悪に何とかされた君たち、哀れな箱庭の住人たちを解放するためにここに来た。しかし計画の実行にはまだガイアメモリの数が足らない。そこでだ、このキューブ内にメモリ、眠るメモリを探してほしい。見事探し出しフートタワーまで持ってきた者には金1億と我らが組織ネバーの幹部の椅子を約束しよう。マテリアルって通貨じゃなかったっけ、金じゃなくて。解放だと賞金まで用意して、あいつ何を考えてるんだ。おい、今の聞いたか、10億だってよ。ん？ザラブ星人、あ、ヒーローどもだったか。メモリーは必ず私が先に見つける。邪魔をするなよ、10億は私のものだ。おい待て、キューブ内のゴロツキどもが色めき立ってるようだな。聞いたか、おい。ああ、こいつは一肌あげるチャンスだぜ。アビアビーなんだこいつら。10億ってのは太っ腹だな。ネバーの幹部というのも魅力的だぞ。なんとしてでも先にメモリーを回収して奴らの企みを阻止しなければ。別動隊も動員して回収を急ごう。ああ、ヒーローたちはマックステーションに状況を報告し別動隊を要請した。よし行くぞ、とにかくしらみつぶしにメモリーを探そう。え、しらみつぶしに探すの、めんどくさいなとりあえず行けるところに行きましょう。おー、バイオレンスドーパンとか普通に出てきた。ユニコーンが若干やばい。てかバイオレンスドーパンとして打撃をカットしてくる。もしや、ヒーローどもか、この辺りは俺が探してるんだ。邪魔をすんじゃねえぞ、プルルなんだこいつら。ここは一周しそうな気がするけど、一周しましたね。こっちもなんか一周しそうだな。どうなんだろう。とりあえず全体攻撃を駆使して、よーし、仮面ライダーもだいぶ減ったな。メガネ吹きとかだいぶ減ってきたな。あんまりバカバカ使うわけにはいかないな。ん？どっちだ？てめえ、今何か隠しただろう。なんだとてめえ。うわ、バックアタックだ。ノームも出てきた、ノーム。うおー、やべえ。ヒールを使いましょう、ヒールを。
ノームって回避率が高いんだっけ。次でゼロが上がるな。美しいトルマリン。こっちへ行きますか。クアンタ結構減りやすいな。ヒーローども、ここでやったが100年目と思ったが、無意味に消耗するほど俺はバカじゃねえ。今はメモリー探しが先だ。あばよ。メモリー探しが先決だでしたね。撤退してった。ピーピー、マックステーションからだ。どうした？軍港西エリアの連邦軍基地が襲撃に遭っているようだ。襲撃？詳しいことは分からんが急行してほしい。分かった、すぐに行こう。戻るんですかい。じゃあちょっと援軍、これ戻った方がいいな一旦。はい、というところで、まあやっぱりちょっとめんどくさいガイアメモリ探しですね。連邦軍の基地が襲われているようなので、次回、まあ、そこに向かっていきたいと思います。今回はこれで終了します。